皆さんこんにちは、トローストのりこです。今日もこの動画をご覧いただきありがとうございます。前回の動画から少し時間が空いてしまったんですけれど、ようやくカメラを回しています。今回はタッピングではなくて、寝たまま練習できるリラクゼーションのエクササイズです。やり方を簡単に説明していきますと、まず最初、呼吸のエクササイズで始めます。呼吸のエクササイズは前に動画でも説明したと思うんですけれど、448の呼吸法です。4カウントで鼻から息を吸って、4カウント止めて、8カウントで口から息を吐いていきます。それを3回ほど繰り返してリラックスしてきたら、私が頭の上から順々に体の部位を言って、そこリラックスしてねと合図をするので、まるでその部分が溶けていくかのようにイメージしながら、息を吐いていってください。そしてそれが終わったら、最後に少しだけ誘導瞑想をします。誘導瞑想では、皆さんの安心できる場所をイメージしていただきます。これを何回か練習することで、人前で緊張したり落ち着かない時にいつでも安心した感覚を取り戻せるようになると思うので、ぜひ一緒に練習してみてください。はい、それでは始めていきましょう。では軽く目を閉じて、全身がリラックスしていくのを感じてください。安全で心地よくくつろいでいるのを感じます。それでは呼吸の練習を始めていきましょう。吐く息はゆっくりと時間をかけて吐いていってください。鼻から息を吸って、止めて、口から吐いて、2、3、4、5、6、7、鼻から息を吸って、止めて、口から吐いて、2、3、4、もう一回息を吸って、止めて、口から吐いて。息を吸って、止めて、頭のてっぺんをリラックスして吐いて、2、3、4。もう一回吸って、止めて、おでこをリラックスして吐いて、2、3、4、5、6、息を吸って、止めて、眉毛をリラックスして息を吐いて。止めて、目の玉をリラックスして吐いて、吸って、止めて、ほっぺをリラックスして吐いて。吸って、止めて、口の中をリラックスして吐いて、吸って、止めて、舌をリラックスして吐いて、吸って、止めて、顎をリラックスして、吐いて。吸って、止めて、後頭部をリラックスして、吐いて。吸って、止めて、喉をリラックスして、吐いて。吸って、止めて、首をリラックスして、吐いて。吸って、止めて、肩をリラックスして、吐いて。吸って、止めて、両腕をリラックスして、吐いて。吸って、止めて、手のひらをリラックスして、吐いて。吸って、止めて、指をリラックスして、吐いて。吸って、止めて、背中をリラックスして、吐いて。吸って、止めて、腰をリラックスして、吐いて。吸って、止めて、胸をリラックスして、吐いて。吸って、止めて、お腹をリラックスして、吐いて。吸って、止めて、お尻をリラックスして、吐いて。吸って、止めて、ももの前側をリラックスして、吐いて。吸って、止めて、ももの後ろ側をリラックスして、吐いて。吸って、止めて、膝をリラックスして、吐いて。吸って、止めて、すねをリラックスして、吐いて。吸って、止めて、ふくらはぎをリラックスして、吐いて。吸って、止めて、くるぶしをリラックスして、吐いて。吸って止めて、足をリラックスして吐いて。吸って止めて、つま先をリラックスして吐いて。吸って止めて、足の裏をリラックスして吐いて。それではそのままゆっくりと心地よい呼吸を続けてみてください。ゆったりと呼吸をしながら、自分が安心できる場所をイメージしてみてください。どこでもいいんです。お気に入りの部屋、自然に囲まれた場所、そこに大好きな人やペット、または宝物を一緒に連れてくるイメージをしてもいいでしょう。穏やかな場所で安心感に包まれています。目を閉じたまま周りを見回してみましょう。何が見えますか？色や形を見てみましょう。自分はどんな服を着ていますか？今いる場所はどんな匂いがするでしょう。何か聞こえますか？風の音、鳥のさえずり、虫の声、笑い声。今はどんな季節でしょう。その場所の温度はどうでしょう。太陽の光を感じますか？この安心感を五感を使って思いっきり味わってみましょう。心が落ち着いて、どんどん平和な気持ちになっていきます。私たちはいつでもこの場所に戻ってこれるのです。それではゆっくりと今に意識を向けていきましょう。目を閉じたまま、新鮮な空気を深く吸い込んで、ゆっくりと自分のテンポで吐いていきましょう。受け取って吐き出していきます。それでは5秒数えたらゆっくりと目を開けていきましょう。1、2、3、4、5。いかがでしたか？自分が必要な時にいつでも安心できる場所に戻ってこれるように、ぜひ一緒に練習してみてください。